全日本選手権で日本一を決める大会であって日本一になりました、まあ、元気で呼んでください。よろしくお願いします。イタリアとわかるイタリアっていう場所ケンちゃん先生です。この後よろしくお願いします。僕は大学を卒業して2年目なんですが、イノシシ年なんですが、イノシシ年の人です。安全に、交通、自転車を乗るための、とっておきの秘訣を教えたいと思うんですが、時間に余裕を持って友達の家に遊びに行ったり、どこか自転車に乗って出かけてください。よろしくお願いします。はい、こんにちは。マッキー先生です。僕はそうですね、フランスに住んでレース活動をしてました。好きな食べ物はお寿司です。嫌いな食べ物は玉ねぎです。よろしくお願いします。こんにちは。アマトス先生です。自分もヨーロッパにベルギーに住んでました。アマトス先生は先週転んじゃって怪我をしたんですけど、ヘルメットをちゃんとかぶってたので死にませんでした。ご挨拶お願いします。メガネ、メガネ選手です。メガネかけてもみんな友達だし、メガネかけてない子も友達です。今日はよろしくお願いします。みんなあれちゃんとテレビとか携帯とかちゃんと遠くで見ないとこうやってメガネかけちゃうから、ね、みんな目はちゃんとやるとして、ではね、あと自転車は自分は遠くに行けることがすごい好きで、自転車に乗っています。この辺だったら山の上の方とかに行って景色を見たりするのがすごく好きです。この辺たまに、ね、自転車で走ることも実はあったりして、はい、すごく好きなところです。みんな今日よろしくお願いします。こんにちは、まさき先生です。見た目はこんな感じでちょっといかつい感じですけど、中身はすごい優しくていい人なんで、みんな寄ってきてください。自分も小学校の頃はもう自転車のこと危なさとか分かってなくて、もうただ単にスピードを出すのが好きで2人とかすごい飛ばしてたんですけど、まあ、トラックに引かれて死にかけてそうになったりしたこともあったんで、ちょっとみんなには危なさを伝えようと思います。お願いします。こんにちは、ゆだい先生です。今日はこれから自転車に乗ると思いますが、楽しく安全に乗る方法をしっかり教えていきたいと思います。よろしくお願いします。大木先生、上手です。